くもろドレスショップへようこそ。最近のお気に入りはこれ。ただのドレスじゃないのよ。変身マーメイドチェンジドレスなの。トボ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 、僕もリカちゃんでミサキちゃんでときめきたいんです。それなら任せなさい。やだ。それじゃあまずハッピーサマーセットリカちゃんから水色の風船をハサミでチョキチョキ、半分に折って真ん中を切ったらおひれになるのよ。カートをまとめて足につけてあげたらこんな感じ。そこもすごい。けどちょっぴり寂しいわね。もう一工夫、100均で見つけてきたキラキラのラインストーンでデコってあげるわ。まずはこの小さいストーンをここら辺につけてあげたらかわいいかしら。ピンポンパンポンピン、スカートにはこれかしら。ピンポンパンポンピン、いっぱいつけていってね。おひれにもつけてあげたらもっとかわいい。ピンポンパンポンピン。ピン、ちょっとくもりって髪の毛をデコるのも素敵ね。バナナは取っちゃって、ラインストーンでキラキラに、首元にもピンポンパンポンピン。はい、人魚リカちゃん出来上がりよ。わあ、かわいい。これで泳げるね。つくも先生ありがとうございます。次はアクアカールミサキちゃんね。お願いします。今度は何色の風船にしようかしら。濃いめのピンク色が似合いそうだわ。同じようにチョキ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 、ピヨーン、パチンパチン。カラフルな真珠をイメージしてみたわ。かわいい。けどちょっぴり寂しいわね。もう一工夫、ジュエリーキャッスル、イヤリングにステッキ、ネックレス、カバンに靴があって、ティアラや香水ボトル、リップまであるのよ。キラキラで眩しいです。みさきちゃんにどんなアクセサリーをつけてあげようかしら。ネックレスはこれよ。似合うかしら。うん、かわいい。何か持たせてあげたいわね。あら、貝殻バッグなんてどうかしら。もっと人魚らしくなったわね。最後はティアラが欲しいわ。バッグバラ色がいい。もう仕方ないわね。はい、人魚姫みさきちゃん出来上がるよ。わーい、人魚姫やったー。つくも先生、僕の王子様ハルト君もときめかせてください。それなら人魚王子様を作りましょう。何色にしようかしら。あえて攻めた色の赤にするわ。この丸いところを小さくカット。ハルト君のブーツを脱がせて、風船をハルト君の、足長い。リカちゃんの肩と同じ高さだわ。ま、気を取り直して風船を履かせていくわ。きついけどファイトファイト。うん、いい感じ。おひれはエメラルドグリーンにするわ。ビヨーンパチン。赤の違和感が消えるようにラインストーンやシールをたくさん貼ってね。おひれも忘れずにね。けどちょっぴり寂しいわね。もう一工夫、お顔もメイクアップするわよ。目の下にラインストーンをギンギラギンにさりげなく。さりげないけどおしゃれ。はい、人形王子様ハルト君出来上がるよ。ありがとう、つくも先生。王子様だって人魚になれるんだね。はいはい、天才くもりのピピクラマちゃんもお願いします。あら、双子のプリンセスセットじゃない。任せなさい。まずは風船で尾ひれをつけるわ。ミキちゃんはお星様が似合うかしら。マキちゃんはハートね。髪の毛やティアラもキラキラにアレンジして可愛くしてあげましょう。プリンセスらしく輝かせてあげてね。プリンセスっぽい。けどちょっぴり寂しいわね。もう一工夫、馬車もプリンセスっぽくしなきゃね。ピンポンパンポンピン、パンピン。クモリンが乗るの？
に案内してもらいましょう。はい、双子のプリンセス人魚のミキちゃん、マキちゃんとプリンセス馬車、出来上がるよ。つくも先生、ありがとう。どれも可愛くて眩しい。ミサキちゃんとミキちゃん、マキちゃん、可愛いな。リカちゃんとハルトくんも負けてないよ。それじゃあ、みんなに泳いでもらいましょう。ドレス作り面白かったらグッドボタン、ぜひ。リカちゃん、ミサキちゃん、ハルトくん、ミキちゃん、マキちゃん、馬車、どれが一番可愛いかしら、コメントで教えてちょうだいね。次はどの動画見ようかな。コモリン行きます。作ってほしい洋服があったらコメントでリクエスト待ってるわ。今日のお絵かき、はダメよ。ねえ、早く遊ぼうよ。よし、じゃあみんなも一緒に遊ぼう。
アクアカールみさきちゃん、王子様ハルトくん、双子のプリンセスセット、プリンセス馬車、ジュエリーキャッスル、100均アイテムで簡単に人魚が作れるわ。みんなも真似して遊んでみてちょうだい。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチー、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチー、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしてるの？